皆さんこんにちは、石山咲です。いつもの通りね、等々力競技場スクートラックに来ております。今だいたい午前9時ちょっと過ぎたあたりでですね、セミさんもちょっとうるさいですね。前回の動画ですか、100m の、タイムトライアルをやったんですけど、まあ、なんかよくあのコンディションで、10秒6です、あ、間違えた、11秒6か出たなと個人的に思ってまして、まあ、あの時本当になんか体の疲労がすごくてですね、調子がすごい悪かったんですけど、悪くなかったなっていう、しっかりね練習でこれからさらに上げていきたいとは思ってますけど、まあ、3ヶ月前ぐらい練習始めたんですけど、その時ですね、体重が84キロあって、で僕身長183センチで体重が84あったんですよ。重えなっていう、体重が重ければ重いほど、まあ、地面からもらえる反発っていうのもでかくなるんですけど、それをこう運ぶこのもの自体もすごい重いので、それはちょっといかなるものかと。 100m っていうのはいかにしてね、少ない秒数で体を 100m 先に運べるかっていう競技ではあると思ってるんで、今だと体重重すぎかなって思ってますんで、ね、そこをなんとかしていきたいですね。今日の練習、まあ、最近ハマってるんですけど、藤光健二さんの練習をちょっと取り入れてまして、まあ、練習を1時間半でしっかり終わると。短時間のトレーニングで、まあ、集中力をね極限まで高い水準で維持しながら、1時間半で、やりきるっていう練習最近ハマってるんで、それをやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。よろしくお願いします。終わったのでこれから本メニュー行きたいと思います。で、今日のメニューはですね、 250m を3本、で間のレストを12分で行きたいと思います。で、まあ、意図としましては冒頭にも話した通り、まあ、本当に今あのめっちゃデブなんで、ちょっと距離をねしっかり踏んで、脂肪を落としたいなと。であとこの前、スタート練習前傾姿勢の練習したんですけど、まあ、それがいい感じでハマってるんで、まあ、今日は本当中間疾走に、焦点を当てて、挟み込みと設置ですね、あと体重の乗り込みを意識して、まあ、250、3本やって1時間半で終わりたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
あ、じゃあ250ラスト1本いきます。僕と一緒に走った気になってください。ラストいきます。よーい、はい。32秒呼吸。おっ、はい、お疲れ様でした。今日の練習終わりです。250を3本やって、ペース34、33、32で、まあ、意図せずビルドアップみたいな感じで3本走り切りました。練習時間2時間くらいで、ね、引っ張り終わることができたんで、これで終わりたいと思います。で、僕はまあこの後飯食ったら、ジムの方行ってウェイトしたいと思います。ちょっと人がいると思うんで撮影できないと思うんで、一旦ここで行きます。じゃあまた。